11月14日晴れ、晴れと時々豚。準決勝マジで長えなこれ。ナベッチ、慶州青州大、なんかいろいろ混ざってんだけど、ここの大学大丈夫か。慶州青州大学、噂ではこう見えちゃんに似た選手がいるとかいないとか。それはかなりの可愛い子ちゃんね、男だべと。とにかくみんなしまっていくわよ。俺に似た選手だと、ドッペルゲンガーかな。準決勝慶応大学かな。慶応大学と青州大学となんかいろいろ混ざってそうだなこれ。よし、なんか俺に似たような選手がいるだとかどうたら言ってましたけど、果たして強いのか。まあ俺に似てる選手がいるんだったらね、まあ、おそらく強いんでしょうけど。あ、本当だ、こう見えいた。これ全く同じ能力のパターンか、俺と。いけ、これはどうだ、落ちる。オッケーオッケー、ナイス。さてと、最高の場面で酷樹。いけ、あ、これはいったわ。あ、どうだ、あ、ダメだ。まあ、とりあえず犠牲ぐらい。宇宙間深いところ掴みました。こあ、足遅そう、こいつ。白原鹿島市学園大学、次に同点に追いつきました。頼むぞ。そしてこう見え、4番のこう見え、ワンボール一塁ランナーをチラッと見た。高め、判定はボール。こいつは打つぞ。どっちが本物のこう見えか分からしてやるよお前。うらー、直球打った、センターへ大きいぞ。あー、だけどセンターの後ろワンバウンドヒットになった。ホームランにはならずか。まあいいや。あ、やばい、こう見え。嘘だろお前、お前さ、走力 B あるじゃん。ザギんなよ。何アウトになってんだよお前、フェンス直でさ。いや、こいつ俊足なんですよマジで。足ドゥもうやだ本当に。え、何やって、早く取れよお前。うわー、ちょっとやばいやばい、ザギんなよ。レフトへのスリーベースヒットを許しました。あー、もうちょっとペースが乱れるとこうなるんだよ。もうわずかに外れて、ボール真ん中低め、変化球、ストライク、全身でカーブを使ってきました。フォークボール、ストライク。野球は怖い。フォークボールを使ってきました。カーブ、三振取れ。お前さ、やめろっつってんじゃん。それはさ、何やってんだよお前。貴重な1点。あ、やべえ、こう見えきた。いや、3打席連続三振。やっぱこいつ偽物だわマジで。ここゲッツー取りてえな。もうやめろよマジで、やめろよ、打つなよ。4打席連続三振。もう言ってる場合系はちょっとリードされちまったじゃねえか。言って本当にさ、お前ワイルドピッチとかふざけんなよ。フォーク、ワンバウンド、ボール、膝元、変化球、ストライク。大西追い込んでいます。やばい、レフト。ヒット。丸山。ワンアウトランナー、一塁二塁。平凡な名前しやがって、お前には打てねえよ。慶州青州大学。すいません、丸山、ちょっと名字ディスっちゃって、打たないでよ、もう。やばい、やばい、やばい、やばい。直球スパイ。そう、よく打つな、ここのチーム。ゲッツ、いけ。まあなんとかゲッツで抑えたけど、2点リードされちゃって。5番からか。まずヒットでつないでいこう。ああ、これは取られるか。レフトフライか。やばいやばいやばい、相手のピッチャーが絶好調っていうのがやばい。ワンバウンド、一塁アウト。さあ、いよいよあと一人。俺たちはよくやったよ。バカ野郎、俺の辞書に負けていい試合なんてねえんだよ。負けてよくやっただとか言うんじゃねえ。まだ負けてねえのに。こう見え、そうだよな、俺たちは何のためにここまで頑張ってきたのか。白原鹿島市学園大学で優勝するためだろうが。
ふざけんなよ慶応大学、後でクレーム入れとくわ。ああ、やべえ、うわー、よりによって似た者同士コーミーがいるチームに負けたんだけど、ふざけんなお前、お前なんでそんな偉そうな態度取ってるんだよ。ああ、うちがいただいたよとか言って、お前4打席連続三振しやがって、お前のおかげで勝ったわけじゃねえのに、ふざけんな。まるで自分と戦っているみたいな手強さだった